and we look forward to it with a whole entire healthy Lakers team. That's what we really wanted. I know everybody wants that. Just didn't play, you know, to our capabilities tonight, but give them credit. What's going on, guys? ダンクマヨシです。というわけで今回は前回のレイカーズとネッツ戦の間に、ネッツのカイリー・アービングがレブロンのことをバカにしていたと、そういった記事やニュースをいくつか見て、俺も全然試合中には気づかんかったんやけど、内容を確認してみたら、まあ確かにバカにしていたと。だから今回はその辺と、その他もろもろの NBA ニュースを見ていけたらと思います。そして今回もいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。まあこの試合、レイカーズは98対109でネッツに負けてしまったんやけど、まあ最初からずーっと追いかけとる展開やったよね。そしてどんどん離されていって、ネッツにはねケビン・デュラントがおらんかったんやけど、それぞれカイリーとハーデンが20点以上得点、レイカーズもねレブロン・ジェームスが32得点と孤軍奮闘しとったんやけど、まあ惨敗したと。というわけでそんな試合の中、問題となっているカイリーとレブロンのシーンを見ていきましょう。On the floor for the Lakers. はい、まず順を追って説明していくと、この場面は相手のネッツのねテクニカルファールでレブロン・ジェームスがフリースローを打っている場面だと。そしてこの時にカイリーが放った一言が That's your best free throw shooter。 これの意味はあれがお前たちのベストフリースローシューターなのかと。というのは基本テクニカルファールのフリースローは誰でもフリースローを打てるから、そういった意味でこのあまりねフリースローが得意ではないレブロン・ジェームスを小バカにしてるというか、おちょくってると。あの程度のフリースローシューターがお前たちのベストなのかと。確かにね、俺もレブロン・ジェームスはそんなにフリースローシューターというイメージは全然ないけど、今シーズンもね彼のフリースローの成功率はギリギリ 70%。 まあ全然レブロン・ジェームスよりも、もしくはマーク・ガソルとかアレックス・カルーソ、レブロンよりもいい感じのフリースローシューターたくさんおったんやけど、そんな中レブロンが打ったから、まあそこをカイリーはすかさずついてきたと。これに対してね熱くなって怒ってるレイカーズファンも SNS では見かけたんやけど、まあ俺としては一回カイリーとレブロンは同じキャブスでやっとるし、そしてまあカイリーの性格を考慮しても、まあ別に全然驚かんし、そこまで怒ることでもないと思うし、むしろちょっと面白いツッコミやなって思うんやけど、皆さんはこの件どう思いますか？そしてこのカイリーの試合後のコメント。So we'll see them down the line again, and we look forward to it with a whole entire healthy Lakers team. That's what we really wanted. I know everybody wants that, and so I'm looking forward to the challenge and seeing them down the line. Thanks for your time, Kyrie. なんか最後杖を持っとったけど、これも最近話題になっとるよね。そのアメリカ先住民が使っとった杖とかなんだとか、まあそこもカイリーらしいというか。そしてまあみんな同じことだと思うけど、完全体のレイカーズとやりたいと。まあ現在のディフェンディングチャンピオンやからね、それはやっぱりバスケ選手としてはねやりたいんやろうね。まあその完全体っていうのはポイントガードのデニス・シュルーダーとアンソニー・デイビスが戻ってきたロスターってことね。まあそのレイカーズのロスターとネッツもそのケビン・デュラントが戻ってきたロスター、これ本当に見たいよね。むしろ俺はこれをファイナルで見たいんやけど。そしてレブロンのコメント。I mean, it's just next man up. And, you know, whoever number was called, we just got to pick each other up. Obviously, you know, missing, you know, already with missing AD and, you know, then our starting point guard and Dennis. A big blow for us, but, you know, listen, they're missing a big piece of their team as well. We just didn't play, you know, to our capabilities tonight. But give them credit.まあレイカーズとしては全然実力を出し切れてなかったし、まあ相手が今回はすごかったと脱帽してる感じやったね。それにしてもやっぱりスタメンのポイントガードとパワーフォワードがね、デニス・シュルーダーとアンソニー・デイビス、彼らがおらんのは本当に痛そうやね。まあでも相手もケビン・デュラントがおらんかったし、本当にこのお互い完全体でね、次に当たった時が本当に楽しみやね。それでは次のニュース。これタッタイムの速報なんやけど、ナゲッツのジャマール・マーレーが50得点、8本のスリーポイントでシュートの成功率は 84%。彼本当に最近もやけど、昨シーズンのプレーオフあたりぐらいからどんどん覚醒してきとるよね。まあ、本当に彼は今後が楽しみやし、今回もオールスターワンチャン選ばれるかもしれんよね。そしてもう一人の今シーズンヤバいやつ。76ers のジョエル・エンビード、50得点、17リバウンド、5アシストと、しかもキャリアハイ、MVP の候補にも名前が上がっとるぐらいね、彼も今シーズン好調で、チームもイーストの1位だと。レイカーズも今シーズン1回当たって負けとるし、ここも本当に注目やね。そしてアンソニー・デイビスは最新のニュースによると、彼は少なくとも4週間は戦線離脱をすると。4週間やから本当にオールスターの後ぐらいやろうね。でももしかしたらそれも伸びる可能性があるっていうことで、でもまあレイカーズファンとしてはここでね変に頑張って大怪我するよりも、しっかりとここで直してプレーオフで頑張ってほしいよね。
それでは次のニュース。ミルウォーキーバックスが現在5連敗。これはバックスにとって2017年以来だと。今シーズンバックスいまいちやね。選手もいろいろ入れ替わって、ヤニスもね契約を更新したんやけど、間違いなくシクサーズの方が今勢いあるし、なんやったらネッツにも負けとるよね。そしてチームのエースのヤニスは試合後に、みんなパニックってる感じがするが全然そんな感じではないと、落ち着けと。まあこれからのバックスも注目やね。そして今回のオールスターのねスタメンも発表されたんやけど、一人一人見ていきましょう。イーストがキャプテンがケビン・デュラント、ガードがカイリー・アービング、ブラッドリー・ビール、彼は昨シーズンの恨みを果たしたね。そしてジョエル・エンビードとヤネス・アデド・クンポ。このイーストに関してはね、彼らの今シーズンの成績を考えるとまあ妥当だとは思うけど、あえて言えばジェームス・ハーデンが入ってもよかったんじゃないかという意見も結構あるよね。それ以外はまあ文句なしだと。ケビン・デュラント、まあここは誰も文句ないと思うし、ブラッドリー・ビール、ここも現在リーグで最多平均得点、全然妥当やね。先ほどキャリアハイを出したチームも現在イースト1位のジョエル・エンビード、ここも妥当やね。そして昨シーズン MVP のヤニス、ここも妥当やね。まあだからあえて議論の余地がある部分は、このカイリーの部分がハーデンでも良かったんじゃないかと。個人的には全然カイリーでいいと思うんやけど、皆さんはこの点どう思いますか？そしてウエスト、キャプテンはもちろんレブロン・ジェームスで、ステファン・カリー、彼は昨シーズン怪我で出らんかったけんね。そしてクリッパーズのカワイ・レナード、マーベリックスのルカ・ドンチッチ、そしてナゲッツのニコラ・ヨキッチ。まあこれも一人一人見ていくと、レブロン・ジェームスももうここも議論の余地はないよね。ステファン・カリー、ここもまあ人気と実力、今シーズンの成績を考えると妥当だと。 MVP の候補にも名前が上がっとるけんね。そしてカワイ・レナード、まあここも妥当だと。そして今シーズン大爆発のニコラ・ヨキッチ、彼は今シーズンの成績がえぐいもんね。平均得点が 27.4、 アシストが 8.6 本、リバウンドが 11.1 本と、スリーの成功率は 40%、 スティールは 1.6 本と、彼も MVP の候補に名前が上がっとるね。だからここももちろん妥当だと。そしてイーストと同じくこのガードの一人、ルカ・ドンチッチのところがデミアン・リラードでも良かったんじゃないかっていう声も結構あるよね。ここに関しては俺はデミアン・リラードだと思う。ルカ・ドンチッチもねすごくいい選手なんやけど、まあ今シーズンの活躍とチームを見てみるとリラードやと思うけどな。皆さんはこの点どう思いますか？キャバリアーズをねトレードされることになってるアンドレ・ドラモンドやけど、もしも彼が現在の契約を破棄してバイアウトをした場合は、レイカーズとネッツが狙いに来ると。そしてこれらに加えてセルティックスも関心を抱いていると。そしてピストンズのブレイク・グリフィンに関しても同じ状況でトレードすることが発表されてるんやけど、彼ももしバイアウトをした場合は多数の球団が彼のことを狙ってくる可能性があると。ただその中でもレイカーズが一番可能性が高いって今のところなってるね。そしてマイアミヒートがスパーズのルーディー・ゲイに関心を示していると。そしてアトランタ・ホークスも同チームのジョン・コリンスをトレード要員として挙げとるんやけど、その見返りとしての要求はファーストラウンドのドラフト指名権だと。現在スパーズの4選手がコロナにかかってるということで、この次のネッツとスパーズの試合は延期されることが決定したと。そしてネッツのスペンサー・ディウィディは負傷して手術をしとったんやけど、彼のリハビリが予定よりも10週間先を行ってると。だから予定よりも早く回復してるってことやね。これは NBA ファンにとっては嬉しいことやね。そしてウルブズのディアンジェロ・ラッセルが膝の手術で少なくとも4週間から6週間戦線離脱をすると。そしてロケッツがデマーカス・カズンズの契約は無保証やったんやけど、これを保証契約に切り替えて残りのシーズンを約 2.3 億円で契約をしたと。これもね彼は頑張ってるから嬉しいニュースやね。そしてレイカーズのレブロン・ジェームス、彼の通算得点が3万5000得点に到達したと。これも素晴らしいニュースやね。今のところ彼の上にはカリーム・アブドゥル・ジャバーとカール・マローンがおるんやけど、この2位のカール・マローンが今のところ 36,928 やから、まあまだまだやけど次の目立つところはここやね。はい、ってわけで今回は以上なんやけど、皆さんはこれらの NBA ニュースどう思いましたか？ぜひぜひコメントしてください。はい、ってな感じで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。